V ジャンプチャンネルをご視聴の皆様、こんにちは。こんにちは。V ジャンプ編集部の鈴木です。そして、はい、今日はですね、バンダイナムコゲームズさんにお邪魔をしまして、こちら見覚え話の順番があれだけども見覚えございますでしょうか。このツーショットといえばですが、そうですね、はい、ワンピース海賊無双3の、プロデューサーをします、ナーソロミユクマです。どうもー。だいぶ僕も同じにできたんじゃないですかね。ですかね。だいぶレギュラー、準レギュラー的な感じで、はい、割と僕こう出演率高いと思うんです、はい、今日はですね、海賊無双3を、まあ、ぜひ楽しんでもらいたいと思ってまして、はい、まあ、今回は、まあ、鈴木さんをお呼びしているというところもありますし、V ジャンプチャンネルの、皆様に、まあ、新情報というか、まあ、ドリームログというですね、はい、あのゲームの、まあ、バトルをひたすら楽しむモードがあるんですけども、はいはい、さらにその上の、まあ、ナイトメアログモードというのが実はありまして、 初耳ですよね。そうですね、実はそういうのがあったんですよ、はい、なので今回初めて上位で、このナイトメアログは本当に難しいモードなんですけども、そのモードを、今回プレイアブルキャラクター、新しいプレイアブルキャラクターのドフラミンゴで鈴木さんに挑戦してもらおうと。でもドフラミンゴ使ったらいけちゃうんじゃないですか。それはそうですね、まあ、僕もいけると嫌な笑顔ですね。嫌な ですね。まあ、鈴木さんの腕をもってすれば、まあそうですね、いけると思う、はい、まあ、グラバットでね、奈良島さんに全然負けなかった僕の腕を持ってすればもう何の話をしてるかさっぱり分からないですけど。で、まあ、それを挑戦しているところを皆さんに見てもらいたいなというふうに、はい、思っております。あ、これはむずいな。はい、今あの鈴木さんにはですね、まあ、ゲームの、中で、まあ、レジェンドログモードというのが原作のストーリーを追体験するものなんですけども、まあ、ドリームログモードというものがあって、まあ、これはあの登場するプレイアブルキャラクターが一度に返してですね、バトルをひたすら楽しんで、もらうというゲームオリジナルの、モードなんですけども、そちらを今遊んでもらっているので、ドフラミンゴを触ってもらってますね。さらにそのドリームログモードなんですけども、まあ、すでに週刊少年ジャンプさんとか V ジャンプさんで、紹介いただいてるんですが、まあ、そのドリームログのさらに上が実はあってですね、はい、もうすごい難しいんですけど、ナイトメアログモードってなってですね、今それを遊んでもらってるんです。これさん、あ、サイズ。嘘。それを遊んでもらってるんですよ、はい、鈴木さん。これ絆ラッシュないんですか？ありますよね。絆ラッシュは、あります。ありますよね。あれ絆ラッシュどうやって出すんでしたっけ？あの絆ラッシュはですね、左上のですね、ゲージの絆ゲージを溜めなくてはいけないので、はい、ちょっとあの、まあ、全然溜まってないってこと、ね。そうですね、まだ溜まってない。ああ、やっと全然。今あの仲間アタックが出てますね。なので右上のあの、はい、まあマップを見てもらって。今こう光ってる陣地を、縄張りを、取るというミッションが入るので、それをここに向かってやってます。どうですか、でも触り心地は、ドフラミンゴの。なんか新鮮な感じで、覇気使えるのってやっぱりすごい、あれですよね、覇気ありましたよね。そうですね。覇王色の覇気ですよね。覇王色の覇気。あれちょっと気持ちよかったなって。で、ちゃんとみんなブクブクブクってこう、吹いて倒れていくみたいな。そうですね。あれ気持ちいいですね。やっぱりみんな一斉にバーって倒せるっていうのはちょっと。必殺技ゲージが溜まっているので必殺技が打てます。これですか、これで、で、あ、溜まりました。絆ゲージが溜まりました。絆ゲージもいった。もう一回必殺技を2回も間違えた、R2 でした。で、これが、今回アクションの、まあ、肝である絆ラッシュですね。あの仲間キャラクターの絆ゲージを溜め切ると、はい、この、超猛攻タイムに、突入します。で、この時はですね、さらに今ロードが、バトルに加わってくれて、どん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 敵を倒せると。でさらにこの丸ボタンを押していただきます。でこの絆ラッシュ中は、その仲間を連れてるキャラクターと、一緒に必殺技を放つ、はい、絆必殺技があります。でこれで一気に176人 KO しました。はいはいはい、あのすいません、面白くてちょっと全然僕コメントせずにゲームに、ね、ゲームに攻めて夢中になっちゃった。全部語らしちゃった。何のリアクションもせずに。で、まあ、今、炎上はですね、あのローが仲間キャラクターになってるんですけども、はい、これあのステージ中で、どんどん仲間増えていったりしますので、はいはいはい、それを、また切り替えながら、遊んでいくような、面白さもあります。なので今はローですけど、例えば、ゾロが、仲間に入ったら今度ゾロをセットして、はい、絆ゲージ貯めて絆ラッシュをしていくというような形ですね。で、それぞれによってまた変わるわけですもんね、あの技の名前とかも。そうですね。
で最大で5人まで、キズナラッシュの時に登場しますので、はい、もう5人揃うともうまさにこう魚人島ですよね、はい、何万人でもかかってこいよ、こう自分でやれちゃうみたいなところの爽快感がありますね。あとはそのやっぱり仲間と一緒に戦っているかというか、はい、のが、大きいかな。なので今まあ、原作のレジェンドログモードではもう原作のお話に沿った仲間が入ったりとかっていうところではあるんですが、まあ、今回ドリームログモードなので、まあ、こいつとこいつが組み合わさるとか、はい、こいつとこいつが仲間になって一緒に戦うっていうような、はい、まあ、原作にはないゲームならではの面白さっていうところも、楽しめるのかなというふうに思います。すみません、本当に面白いことを何一つ言ってゲームに夢中になってしまいます。そうですね、全部喋らせて、なんか僕は独演会を控えてるいやでもこれちょっとね面白いですよ、すげえ。バーソロミュークマの独演会みたいな感じになってますよしそしてキズナラッシュ、キズナラッシュをしてまたこの一網打尽に、はい、しかもこのナイトメアログだったりこのドリームログだったりとかしたら、普段あれですね、原作だと絶対組まないこのロートとフラミンゴが組んだキサササとかが見れるっていうことなんですよ ね。なので、まあ、そういったところは、はい、そのやっぱゲームならではの面白さなのかなとは思います、はい、なのでぜひ楽しんでもらいたいと思います。ゲームはちゃんとキサササしたい、昨日話したい、よっしゃ。なので結構その仲間キャラクターとして、まあ、仲間キャラクターとして専用で、はい、出てくるキャラクターもいるので、プレイヤーの以外とは、なので、まあ、ゲーム中では、中ボスだったハンニャマルとかも、はい、ちょっと仲間にして引き連れながらこう戦えるっていう、まあ、ちょっと面白さがあると思います。ハンニャマル、プレイヤブルじゃないんですよね。ハンニャマルはプレイヤブルじゃないんですけど仲間キャラとして出てくるところなんですね。ちょっとハンニャバル僕も触ってみたいですよね。ちょっとね、投げたらシャ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 みたいな。まあでもね、あれですよね、中島さんも会社ではハンニャバルみたいなもんですもんね。そうですね、上の所長の顔がやばい、野心見えちゃったみたいな。結構ね、常に上の目首を囲こうとしますもんね。ちょっとやめてもらえますか。ちょっとぐらい面白いこと言おうかなって。まずくないですか、そのキャラ。そのキャラまずい。この映像、うちの社内の上の人間が見てる可能性もあるんです。そんなことはないです。ね、僕はもう。よくね、上司がどこを書くとかって言いますもんね。誰のこと言ってるんですか。誰のこと言ってるんですか。分かんないですけど、なんか所長、どこほら。まあ、マゼランのこと言ってたね、はい。マゼランのことですよ。すあれなんか、心当たりがあったんですか。原作の話ですね、原作。原作の話ですけどね。はい。バンナイナムコさんの話ではないです。バンナイナムコゲームスの話をしてるわけではないところですね。なのでまあゲームですね。はい、そうブルーのサーサイド。今ブルーのがサーブしてました。なので今回はまあ、1枚マップ上で全て、完結するような、まあ、無双システムですので、まあ、どんどん戦場は変化していくので、それに沿って、自分の行動というか、じゃあこいつを攻撃にしに行こうとか、はい、じゃあこいつを守ろうみたいなところは自分で決めれるので、まあ、これまでにない、まあ、戦場感というんですかね、というところは、楽しめるようになっています。あと結構広いですよね。いやそうなんですよ、今回マップかなり広いですし、はい、かなり広いですよねこれ、まあ、もうすでに体感いただいたと思うんですけど、はい、その敵キャラクターの表示もかなり、まあ、今回プレイステーション4版を遊んでもらってるんですけども、はい、多いですよね。いやものすごい今回実はそう多いですね。さっきからちょっと実はやべえそろそろやられそうと思ってちょっと焦ってるんですけどあ本当だ、いつの間にかやられそうですね。空を飛べるやっぱりこの糸でこのアクションとかもすごいですよね。よく再現されてますもんね。そうですね、ちゃんとそこも。なので体力が減ってきたら、ステージにこう宝箱が置いてあったりするので、はい、まあ、それで体力を回復したりとかこうしながらこう、はい、こう世界をしていきましょう。確かに僕も今喋るのに夢中で、見てなかったんですけど、意外に死にそうだっていう、そう意外と死にそうだっていうふざけたことを言ってる場合じゃなかったなっていう。鈴木さん、丸ボタンを押しっぱなしにしてください。丸ボタンをずっと。よし、ここで鳥籠、鳥籠が、おお、ダーン、すごい。一気に何人行きました今。100人ぐらい行きました、ね。おお、一気に。やってるな、ブルーのをやっつけちゃいたい。ギリギリの戦い。これだと上に放り投げてこの何でしょう。そうですね、そこにコンボ的なことっていうのを入れていくっていうのも重要ですね、はい、特に強いボスに、対してはその仲間アタックで、まあ、浮かせたりとか気絶させて、はい、その自分の操作キャラで相手を攻撃するみたいなところが、重
自由ですね。ものすごいバカ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 。すげえ気持ちいいですよこれ。だやはりナイトメアログモードなので、はい、結構体力の減りが遅いっていう。あんなに殴ってるのまだまだ、ね、そしてあれですね、別にブルーノを倒しても別にこれクリアじゃないんですよね。クリアじゃない、まだまだあるんです。まだまだあるんですよね。あもうどんどんもうやばいことになってますね。どんどん危ない。あーそう、さっきそう、ワンパンで使うの忘れちゃったんですよ。なのでちゃんとこう、うまくこう、はい、必殺技を出すタイミングとかを考えていかないと、やっぱナイトメアログモードをクリアできないですね。めっちゃ難しいですよね、これ。そうですね。なので、あの、まあ、簡単なステージでこう気持ちよく思ったんですが、はい、まあ、鈴木さんなので、そうそう気持ちよく。あ、負けたー負けたー本当に負けちゃったああ、グラバトの時に僕に負けたからね。ちょっとやめます、ね、悔しいからって僕もいやめっちゃ難しかったですいや、ゲーム自体は非常に気持ちよくね、はい、楽しくサクサク技も超出るし、そうですね、あれですけど、技もバンバン決まってました、ね、はい、決まってましたけども、ブルーノガン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 言ってたんですけど、はい、全然やられないです敵があの推奨レベル100、実は裏話をすると推奨レベル100のステージを楽しんでいただいちゃいました。いやあれはすごい。でもどうですか、触ってみたアクションとか。いやでも本当に再現度はすごい高かったです。あのドフラミンゴがちょっとね、その空中を歩く感じであったりとか、覇気でみんなバーンってやることであったりとか、あの辺はやっぱりやっててすごい楽しいっていう感覚を持ってやれたから、ね、なので、まあ、アクション自体はやはり無双アクションなので、はい、非常に、間口が広いというか、まあ、誰でも、遊べる、気持ちいいアクションになっているので、うん、ぜひ、皆さんにはですね、そのアクションを楽しんでもらいつつ、まあ、それだけじゃなく、はい、ストーリー、アクションとストーリーを楽しみながら遊んでもらって、最後は自分の好きなキャラクターで自分の通りに育てた、自分好みに育てたキャラクターでこのナイトメアログモードに挑んでもらいたいなというふうに思います。僕もぜひ敵討ちをしていただければと思います。そうですね、はい、なので、まあ、ぜひまたリベンジをお願いします、はい、今日はドフラミンゴを楽しんでもらったんですけども、まあ、そのもうすでに参戦しているキャラクターも、うん、ぜひ、まあ、どういうふうに変わってるのかなとか、そうですね、ちょっと楽しみですね、楽しみにしてもらえればというふうに思っております。はい、わかりました。そんな際、ワンピース海賊無双3、はい、3月26日発売ということで、はい、そうですね、いよいよ発売になります。はい、そして当日発売で、はい、攻略本が出ちゃいます。これはね、このナイトメアログを多分クリアするためには絶対必要なんじゃないかと僕自身は、そうですね、まあ、ゲーム自体今回やり込む要素も、あと成長要素、まあ、これまでおなじみのコインのシステムもありますし、はい、まあ、あのスキルのシステム等々もありますので、やっぱそれをきちんとうまくやんないと、やっぱナイトメアログはなかなか難しい、なかなか難しいと。なるほど。でその全ての情報が攻略本に乗っちゃってるんですね。タミヤブラック、ここら辺とかに出るんですね。ここね、僕のここかも。ここですね。ここかもしれないですけど。ここに出てます。こちらの方もですね、ぜひぜひ、はい、そうですね、要チェックしていただければと思います。まあ、やっぱりその、まあ、攻略本を見ながらアクションして、はい、で、また攻略本を見ながらアクションしてっていうのは、やっぱり一つ、まあ、面白いというか、そうですね、まあ、プレイの形としては非常に楽しいと思うので、はい、ぜひ、皆さん攻略本の方もチェックしてもらいたいと思います。V ジャンプ5月特大号ではですね、その中にあのブロック特典としてついております、はい、V ジャンププラスでですね、こちら、ナーソロオミュークマさんと、はい、なんとですね、こちらのそうですね、はい、ゲーム制作の制作で光栄テクモゲームズのプロデューサーの小沼さんを対談をですね、そうですね、対談を、はい、なのでまたこのツーショットとは違うあのツーショットとてもね、あの威厳のある真面目なとても良いお話を、もしかしたらちょっと同じ話をしてるかもしれないんですけども、はい、あのちょっとあのなんか高尚な感じになってます、同じ話をしてるの高尚な感じになってます、高尚な感じになってるかもしれないですね、はい、なのであの、まあ、ゲーム制作をしている上での、まあ、あの裏話とか苦労とかも、そうですね、まあ、そこで話をしているので、はい、ぜひ皆さんそちらの方も楽しんで、なかなかゲームの裏側とか、まあ、お客様が知る機会ってなかなかないと思うので、そうですね、そういうのも非常に貴重かなと思います。本当にどうして海賊無双ができたのかみたいな話もありましたからね。 そ, ね、まあ、そこから、まあ、話が始まってますので、はい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。はい、はい、
して、そうですね、はい、お時間となってまいりましたので、いつものやつで締めさせていただきたいと思います。いきたいと思います、はい、V ジャンプ出たがりセブン。V ジャンプチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録の方もしていただければと思います。チャンネル登録はこちらからです。スマホなどからの、登録は概要欄こちらの方を、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。